はい、酒好きな、元新潟市の一志動画始めていきます。今回は、じゃんこれなんて読むの？キワ絞りか。キワ絞りらしいです。こちらはどこだ？製造者が三幸食品工業株式会社。こちら買ったのが、ローソンストア100です。グレープフルーツチューハイ、アルコール度数 6%、果汁がなんと 30%。これが売りですね。果汁が 30%。うん。だから買いました。原材料がグレープフルーツ果汁と醸造アルコールと、糖類と食塩と、酸味料と香料となっております。うん。なんだっけ？なんとか絞りってあったよ。あれ？自家絞りとかか。自家絞りのパグリかとかって思ったんですけど。なんとか絞りっていうぐらいだから。ちょっとパクリは入ってると思うんですけど。まあまあ。まあどうなんでしょう。うまさとしては。どうなのか。それでは乾杯。ん？お！あ。え？これうまいぞ。あ、本絞りとかのパクリか、これ。これ本絞りのパクリか。極み絞り。極絞り。ん？あれ、ちょっと待てよ。本絞りって、果汁いくら？あ！果汁 28%！ え？これ 30% やん。勝ってるやん。すごい。これ普通にうまいんだけど。あれ、本搾りの方がうまいんじゃない？これもしかして。やば。ちなみに値段が108円だったはず。これ普通にうめえんだけど。やべえ。うめえ、これ。冗談じゃねえ。キリンの本搾りよか。果汁が 2% 上で。ああ、そういうことか。キリンの本搾りは、ウォッカ使ってるんですね。グレープフルーツとウォッカのみなんです。だけど、こっちは、その代わり醸造用アルコールと糖類と食塩と酸味料と香料を使ってる。で、これの肝が多分食塩じゃないかな。すごい食塩が若干効いてる。ちょっとしょっぱい。ソルティドッグ風味な。あ、うめえ、これ。これうめえ。やべえ、これうめえ。あ、どうしよう。やばい。名も知らないメーカーの、三幸食品株式会社。3っていう、数字の3を漢字にした3に、漢字の3っていう3、数字の3の漢字にしたやつね。に、幸せっていう字で三幸。で、食品株式会社。違う。食品工業株式会社。会社が広島県の会社です。やべえ、これ、うめえ。これ普通にうめえ。アルコール度数もしかも 6% も、と程よい程よいというか、若干あり。何にせよ、この濁りですよ。そしてちょっと若干しょっぱい。この食塩の感じ。ということは、国絞りのパクリ？サントリーは国絞りっていうのを出してますけど、本絞りのパクリだと思ってましたが、国絞りがどんぐらいなんだろう。完全に国絞りはサントリーはパクってますよね。ね。で、国絞り、やっぱりグレープフルーツ。果汁、グレープフルーツ 28%。国絞りも 28%。これには勝てない。果汁 30% 入ってます。これ普通にこっちの方がうまい。バカな。普通にうまいぞ。これやべえな。久々のこれ、あれか。食塩が効いてるよね。うん。国絞りが、ちなみに、原材料がグレープフルーツとスピリッツとグレープフルーツ新石種と糖類と酸味料と香料と炭酸ガスとなってますんで、こっちは醸造用アルコールを使ってるんですが、いや、はっきり言ってこっちの方がうまいぞ。いや、これね、それがうまいとかじゃない。多分食塩が効いてるんだわ。この中に食塩が入ってるんですよ。他の本絞りとか国絞りに入ってない食塩が入ってる。これはでかいぞ。これやべえな。今、俺だけ知ってるのか。俺、このサンコー食品工業株式会社のこれ、株ちょっと買い占めようかな。マジ、ちょっとやべえな。今のうちにこれ、この動画を出すことによって多分このサンコー食品工業株式会社が、俺の動画によって多分かなり、あと知名度が上がる可能性がなくもないんだが。いや、これは本当にすごい。普通にうまい。少なくとも、サントリーのよくある断然うまい。なんだこれは。食塩がこの味を引き立たせてる。あ、これやべえな。あ、これは、あれだわ。新生星。新成人だわ。あれやで。なんていうの？うん。まあいいや。もういいや。新星現れる。新星。もういいわ。もうわからん。新成人だっけ？なんだっけ？成人したての人のこと。新成人のあれやで。超新成人やで。やば、これうまっ。これうまっ、これ。しかもローソンストアで108円やろ。マジで？しかも果汁 30% やろ。それでいてアルコール度数も 6% やろ。何これ？極しおりちょっとやべえんじゃねえの。あれ俺これ、あれかな。108円やろ。これ普通にうまいぞ。極絞り。ググってみるか。多分出ないと思うけど。多分こんな、極小会社の、あれは出ないな。お、あったないけど。某ブログにあります。某ブログちゃうか。某サイトにありました。100均店、ローソンストア100で入手した極絞り。へぇ、オレンジ味も出てるみたいです。グレープフルーツとオレンジ味も出てるみたいですね。へぇ。これ普通にうまいぞ。かなりわざとらしい感じのグレープフルーツ粉。芳香剤的。だって、ああ、そういうことなのか。味は非常に酸が強く、飲み込むときむせてしまいそうなくらい。そうかな。炭酸のピリピリ感も強い。飲み進めるほどに酸味の強さが、口内に蓄積されている。へえ。かあ。これすごいぞ。これすごいな。でも確かにグレープフルーツ粉はかなり強い。うん。でもね、俺は思う。香料ってそんな体に悪いんですかってね。無香料とかで、酸味料とかも使ってない。じゃあ何？酸味料と香料ってなんか悪いの？体に。っていう。そういう、俺の中で、ね。非常にそういうのがあるんですよ。いや、これはうまい。ジャンキーな俺としては、正直言うと、本絞りとか、黒絞りなんか目じゃないぐらいうまい。うん、いや、別に香料がなんか悪さするんだったら、まあわからんでもないけど、体に悪さしない。別に香料がさ、なんかさ、体に悪いとかさ、酸味料が悪いとかさ。だってこれ、使ってんの、酸味料と香料と、だってグレープフルーツ果汁と、醸造アルコールと、糖類と、食塩と酸味料と香料やね。これから考えるに、グレープフルーツ果汁は問題ないやろ。醸造アルコールはただのアルコールやから問題ないよ。糖類は、まあ、普段砂糖やろ？砂糖だから問題ないよ。で、食塩は、塩だから問題ないよ。っていうと、酸味料と香料だけやね。あと、謎の物質がね。酸味料と香料が謎の物質やね。っていうことを考えると、じゃあ酸味料と香料がなんかするんですか？言いたい。俺、全くそこら辺詳しくないから分からんけど、酸味料と香料で死んだ人間なんていないと思う。だから俺は普通に甘んじで受け入れる。俺は。死を恐れない俺は、甘んじで受け入れる。これはうまいぞ。普通にうまいぞ。だって、酸味料も香料も多分見た感じで言うと、酸味を強くする、酸っぱさを増強する、いわゆるビタミン C とか、いわゆる酸っぱさの、酸っぽい、クエン酸みたいなもんやね。多分。で、香料はただの香りやろ。そこまで悪さすると思えないんですよ。でね、バリバリ感じだとしても全然 OK。俺としては、むしろそれで美味しければ全然 OK です。感覚としてね。いや、それでね、まずい、病気とかなったりするんだったらわからんでもないけど、今のところ多分、今の、2016年の、あれで、多分、甘味料と酸味料と香料で、病気になった人って多分、今のところ発表されてないから、いいんじゃねっていう。グッジョブ。三幸食品工業株式会社。よくやった。いや、これ普通にうまいぞ。うん。ちょうどいい甘さ。そして、甘味料使ってない。うん。甘味料使ってない。そして、アルコール度数 6% とちょうどいい。あれでしょ？そして、香りも強く、甘みも、果汁の、風味も強く、それでいて、炭酸もそれなりにあり。これはやべえな。果汁感もパネーし。あ、これやべえ。これ100円でしょ ?108 円でしょ？しかも値段も安い。これ108円でしょ？やべえ、うめえ。コクめっちゃあんねんけど、これ。これ、グレープフルーツのコクめちゃくちゃあるんねんけど。間違いな。ちょっとちっちゃく書いちゃった。これ、グレープフルーツのコクパねえな。甘さは普通か。普通ぐらい。香りは若干強め。これはさすがにちょっと久々の5つ星行かせてもらいます。ボクチン。これはここまで言っときながら、これさすがにあれ。5345です。こちら、ローソンストアで売ってる可能性がありますんで、ぜひ、108円ですので、皆さんお買い求めください。これはうまい。ご視聴ありがとうございました。